かったっけ。くそ、目かけてやってたのに不倫なんかしやがって。おー待って、怖え。誰だ。うわっ、まあ足立の顔が。ああ、お前らか。うー、しつこい奴らだな。こわ。お前が山の穴をテレビに放り込んだのかって聞いてんだ。あれは事故だよ。暴れるからしょうがないでしょ。聞きたいことがあってロビーに呼んだだけさ。なのにキーキー騒ぎやがって。あなたが不倫してるとかって嘘ですよね、あんなの。そんなことあなたに説明する必要ないでしょ。そっか、否定しないんだ。目かけてやってたのに、こんなくだらない女だったなんてな。な、何をする気。落ちた。すごいな、完全に入っちゃえるんだ。真夜中テレビのことは噂で聞いてた。警察にはそういううさんくさい話が集まるからね。山の真由美で実験したってことか。いい、僕はもっと純粋な男だよ。僕を裏切ったバカな女をちょっと懲らしめようとしただけさ。え、あのさ、え、ん？これ、え？足立、え？あのさ、ずっと謎だったんだけどさ、これは足立がただの気持ち悪いファンってこと？そうだよ。どっちも最初からテレビに入れる気なんてなかった。それを真由美といい、あの女子高生といい、真由美呼び、無駄に暴れるから。真由美呼び起床。はじめは普通に仕事絡みで呼んだんだ。真由美の死体の第一発見者だし。何なんですかこれ、事情聴取の続きじゃん。それよりさ、昼間見たんだよ。お前生ためと。あっ、コニー先輩。僕とは嫌だって。うきーもー、待って、キショすぎ。キモー。それなら僕にも考えがあるけど。何が女子高生だ、世の中クソだな。きっしょ。っていうか、どうせあいつら自分の方から生ためをたぶらかしたに決まってる。議員秘書はそのまま行けばいずれは議員だ。真由美も女子高生もそこ狙いだろ。ええ、自業自得さ。僕なんか悪いことしてる？ね、キモすぎこいつ。あ、こいつが人気キャラ？意味わからんけど。これ好きとか言ってる人ちょっと考え直した方がいいよマジで。生ためのやつは小西ってこの死体が上がった後、夜中に警察に電話してきてさ。二人も死んで警察も忙しくてさ、出たのたまたま僕だったんだよね。それで今度はその変な番組に映った和服の女の子が殺されると。生ためさんさ、そんな話信じる人いると思うので、でも本当なんです。なんとか警察の方で保護を。
あのね、そんな夢みたいな話で警察がいちいち動くわけないでしょ。そうだ、そんなに助けたいのならさ、ご自分でやったら？やば。例えばさ、どこか誰にも見つからない場所にかくまっておくとかさ。やばすぎこいつ、えぐ。もうすげえだろ。いや、生ためマジごめんだな。あんだけいろいろ言ったりしたけど、あー、そっか。どうして、何が目的でそんなことしたの？もう愉快犯とかじゃないの？目的？うわ、別にないよそんなの。いや、そうだよな。ただ僕にはできたし面白いから、ま、それが目的？おー、ありすぎ。遊び半分で殺したっての？あのさ、僕は人を入れただけ、殺してないって。それに途中からは生ためが勝手に自分の判断でやったことだろ。僕直接関係ないし。けどまさか僕のことを突き止めるとはね。いいね、ゲームにはハプニングがないと飽きちゃうし。そういや、久保光雄をやった時もワクワクしたな。テレビに人入れるの久々だったし、結構ハラハラしたよ。そんな、どうして？それに、だったらなんで久保からあんたの話が出なかったの？そのぐらいは考えて動くさ、刑事なんだから。わ、なんか本来エリートだったんだろうなっていう頭の使い方を嫌な方向に振り切っちゃってて。久保はね、実は早々に自首してきたんだよ。そうなの？まだ指名手配どころか目星もつかなかった頃だ。ちょうど警察が手柄に飢えてる頃合い、もしマジで犯人なら事件解決ってオチになりかねない。そうなれば生ためが救済をやめちまう。そりゃダメだ、ゲームが冷める。もうなにこいつ、言ってること一個もなんか理解できない。人間としてただただ気持ち悪い、そのなんか言動すべてが。だから周りに帰らせましたって言って、とっさの思いつきでテレビに入れたんだ。ゲームが冷めるって、そんな理由で放り込んだっていうの？そういうの人生で大事だろ。はあ、ダッチマジで、ダッチさ。いやー、